やってきました、FOB の時間です。FOB か、今日は何をするんだ。今日は久しぶりに乱暴プレイ研究をしますよ。そういえば最近全然やってなかったもんな。で、どんなことを研究するんだ。今回は FOB の乾板の形状について研究します。ああ、確かに乾板の形によって乱暴プレイがやりやすかったり、やりにくかったりするからな。なので、今回は通常の潜入プレイヤーの方もためになる内容になってます。じゃあ、まずは前提から確認しようか。はい、まず今回の研究対象は拠点犯のみとさせていただきます。私自身基本的に拠点犯にしか潜入しないのでそうなりました。さらに、調べる地域はインド洋、北大西洋、北太平洋、ハワイ諸島東方、以上の3つにさせていただきます。まあ、自分の FOB は4つだから仕方ないっちゃ仕方ないよな。一応協力 FOB も確認してみたのですが、なんせ、3人しか協力 FOB がいない上、それぞれ FOB が1つしかありませんでした。ということで少ないけど許してくれよな。さて、前置きはこれくらいにして本題に移りましょう。まずはインド洋から見ていこう。左上から半時計回りに4、3、2の順番になってます。1番は最終甲板でどの海域でも共通だから割愛したぜ。これだけ見てもわからないので次行きます。今度はハワイ諸島東方だな。とりあえずどんどん行きますよ。お次は北大西洋だな。夜でちょっと見づらいのは勘弁してください。ラストは北大西洋だな。こちらも夜でちょっと見づらいです。さて、とりあえず一通り見たわけだが、正直どれも見たり寄ったりした感じじゃないか。正直なところ私もそう思います。特にこれといって攻めるのに有利そうな構造をしているとは思いませんね。まあ、でもちょっとだけ良さそうな海域があるんですよ。一番最初に紹介したインド洋です。私にはどこがいいんだかさっぱりなんだぜ。大きなポイントは甲板が比較的見通しの良いところですね。乱暴プレイにおいて大切なのは、いかに効率的に敵を処理していくかですからね。ああ、確かに他の甲板よりも見通しがいい、かも。まあ、誤差の範囲っちゃ範囲なんですけどね。でも、インド洋が一番見通しがいいとすると潜入プレイヤーにとっては、やりづらい海域かもしれないな。しかし、もちろんインド洋にも難点があります。第4甲板のこの辺からいつも潜入開始するのですが、そうするとすぐ横に高い櫓があるんですよね。で、ここの櫓にももちろん敵がいるわけなんですが、そこの敵にブラストアームを当てるのって結構難しいんですよね。ああ、確かにブラストアームを上の方に狙うのって難しいもんな。じゃあ、第4甲板が平坦な海域に潜入すればいいじゃないか。確かに北大西洋や北太平洋は第4甲板が平坦な海域ですが、その後の甲板に私の苦手とする手前建物配置型の甲板があるんですよね。ああ、この形の甲板だと無線を潰しにくいからやりづらいんだよな。はい、ということで今回の研究成果は、どこの海域でも誤差程度の違い、でした。まあ、前々から気にはなっていたし中には知りたい人もいただろうから、一応、変わらないということが分かったってことでいいんじゃないかな。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。